僕正し合は、朝鮮独立運動家、朝鮮民主主義人民共和国の女性政治家、北朝鮮労働党中央委員会常務委員、朝鮮民主女性同盟中央委員会委員長、朝鮮労働党中央委員会副委員長、最高人民会議常任委員会副委員長などを歴任。北朝鮮の政権発足に重要な役割を果たした。1950年に、 国際スターリン平和賞を受賞した。朝鮮共産党北部朝鮮文局責任秘書を務めた金碇藩は夫。1907年に環境北道で生まれた。ソ連の東方勤労者共産大学に留学し、1931年に同じく留学生だった金碇藩と出会った。同年に帰国し地下工作を行うが1935年に、 独立運動家の主康氏が、金印り犯と共に逮捕され、1945年まで、服役した。釈放されると1945年11月に、結成された朝鮮民主女性同盟の初代、委員長に就いた。1946年には北朝鮮、人民委員会中央委員、北朝鮮堂々と中央委員会常務委員、扶助部長に就任した。 1947年に最高人民会議第一期大議員に選出され、最高人民会議常任委員会委員に選出された。1949年にパリで開催された世界平和評議会に政府代表団長として参加した。1950年にソ連によって創設された国際スターリン平和賞を受賞した。1952年に 北京で開催されたアジア太平洋地域平和会議に政府代表団長として参加した。1953年に朝鮮労働党中央委員会政治委員に、1959年には中央委員会副委員長に選出され、序列語位となった。1961年に農業省に就任し、1962年に最高人民会議常任委員会副委員長に、 就任した。同年に、海外同胞援護委員会委員長にも選出された。1969年に、近日政によって満州派の一部が粛清された際に、僕も粛清されたと推測される。ありがとうございます。